ローマによる征服以前のバルカン半島とダルダニア・ダルダニア王国。ダルダニア人、またはダルダナイ・ダルダノイは、古代、ダルダニアに住んでいたインドヨーロッパ語族に属する民族。イリュリア人とトラケア人の領域の境界付近に勢力を持っていたが、どちらに属するかは、はっきりしていない。ただ多くの著述家は、ダルダニア人やダルダニアをイリュリアの一部とはみなしていない。 古代イギリシア語では、ダルダネース、ダルダニオイ、ダルダノイと呼ばれた。1854年、オーストリアの学者ヨハンゲオルグ・フォン・ハームが、歴史言語学的観点から、ダルダノイやダルダニアといった言葉がコアルバニア語の、梨を意味する単語が起源であるという説を提唱した。実際、この地域では、果物や動物の名のついた地名がないわけではない。例えば、 アルバニア語で羊を意味するディーリー、デルムはダルマツヤとの関連が、また狼を意味するジック、ウルックはモンテネグロのウルツニとの関連が指摘されている。なお、インドヨーロッパ祖語における最も原初的な語源については、ジー、フォードをマイナスとするものとデレイマイナスとするもので説が割れている。ギリシア神話の中では、イデュリオスの息子の一人として登場するダルダノスという人物が、 ダルダノイノソ、エポニムであるとされている。古代ローマの地理学者の中には、バルカン半島のダルダニア人とトロイア戦争の物語に登場するダルダニア人との関連を指摘している者も,もいる。つまり、トロイアからバルカン半島に入植したダルダニア人の一部が、退化して野蛮に落ちた、というのである。それでもローマ人たちは彼らを古代ギリシア人の、 枠組みの中の人々であるとみなしていたが、近代以降の研究ではこの考えは否定されている。初めてダルダニア人に関する言及が現れるのは、紀元前4世紀、ダルダニア王、バルデュリスが周辺の諸部族をまとめ上げた時である。彼の下で、ダルダニア人はマケドニア人やモロッスス人をたびたび撃破した。紀元前392年から、 紀元前391年にかけては、マケドニアに、カイラヨー・アルガイオス2世を建てて、間接支配するまでに至った。紀元前385年から、紀元前384年にかけては、シュラクサイの選手ディオニュシオス1世と同盟して、モロッススビトを破り、1万5000人の選手を殺して、その領土を一時支配した。紀元前372年には、 マケドニア王アミュンタス3世に功能を約束させた。紀元前360年、再びモロッソス人を攻撃して蹂躙した。紀元前359年、バルデュリスはマケドニア王ペルディッカス3世に決定的勝利を収めた。ペルディッカス3世は自殺し、4000人のマケドニアの戦士が殺され、ウェイマケドニアの諸都市がダルダニア人の手に落ちた。 その後をついで358年にマケドニアを掌握したピリッポス2世はダルダニア人との和平を再確認しダルダニア人の王女アウダダと結婚した一部の学者はこの結婚は一度ピリッポス2世がバルデュリスと戦って敗れた後に行われたものだと考えているピリッポス2世はこの婚姻によって時を稼いで兵を集めついにエルゴンダニの戦いで ダルダニア人を破り、7000人を殺して、その脅威を駆逐することに成功した。紀元前334年、バルデュリスの息子クレートスが、他のイルリア人所属と手を結び、アレクサンドロス3世時代のマケドニアに侵攻した。当初は都市をいくつか制圧できたものの、最終的にはアレクサンドロス3世に敗れた。紀元前七十九年までに、ダルダニアに、 ケルト人が現れた。ダルダニア王は、ケルト人との戦いに挑むマケドニア王、プトレマイオス・ケラウノスに2万人の援軍を送ろうと、したが、拒否された。ダルダニア人は、長らく、マケドニアにとっての脅威であり続けた。紀元前230年、ロンガルス率いるダルダニア人が、パエオニア人からビラゾラを奪った。229年には再び、マケドニアに侵攻し、 デメトリオス2世に勝利した。この頃ロンガルスラ・ダルダニア人は再び力を増していった。多くのイルュリア部族が共和制ローマを敵に回したアルディアや女王手唄を見捨ててロンガルスの元に走り、手唄はエピルス遠征を断念した。紀元前220、19年からマケドニアをピリッポス5世との間で紛争が起き、紀元前百十七年にビラオラを奪われた。 紀元前209年、アエロプス率いるダルダニア人が陸にドスを占領して、略奪して2万人を捕虜とし、フィリッポス5世の軍がやってくる前に撤収した。紀元前201年、ロンガルスの息子である、ダルダニアオーバトは、アルディアヤオプレウラトゥス3世、アタマニア王、アミマンデル、そしてローマ執政官スルピキウスと共に、フィリッポス5世を攻撃した。このマケドニア戦争の後、 ピリッポス・五セイは、ダルダニア人に対抗するため、バステルナエ人を招いて、同盟を結び、ダルダニアとの境界に、最も近いポロクに住まわせた。両者は共同で、ダルダニア人を攻めたが、その半ばで、ピリッポス・五セイは病死し、後を継いだ息子のペルセウスは、マケドニア軍を撤退させた。一方、クロンニクス率いる、バステルナエ人万は、そのまま、ドナウ川を渡って、 信仰を続け、ダルダニア人を破ったと見られる。紀元前179年、バステルナエ人はダルダニア人を征服し、紀元前174年に彼らを墓地から追い出した。これは、ダルダニア人が喫した敗北が、いかに破滅的だったかを示している。紀元前170年、ダルダニア人はマケドニアにも破れた。紀元前2世紀半ばには、ケルト系のスコルディス貴族が、 ダルダニア人を支配した。これ以降長きにわたり、ダルダニア人の名は歴史上に現れなくなる。紀元前168年、マケドニアとイリュリアはローマの支配下に入った。紀元前97年にダルダニア人は歴史上に再び姿を現すが、この時彼らはマケドニアのローマ軍に敗れている。紀元前88年、ダルダニア人は スコルニス貴族やトラキア系のマエディ族と共に、ローマのマケドニア族州に侵攻した。ストラボンの地理士によれば、その後、ダルダニア人はガラブリ族とスナタエ族の二つに分裂した。古代末期のバルカン半島北部とダルダニア。紀元前後にダルダニアはローマに征服され、ダルダニア人は他の部族と同様にラテン語を受け入れ、急速にローマ化していった。 当初、ダルダニアはも、エシア属州の一部とされた。87年に、ドミティアヌス帝がモエシアを分割した際、上も、エシアを構成する一地域として、ダルダニアの名が復活した。284年、ディオクレティアヌス帝がナイスソスを首都とする、独立したダルダニア属州を設置した。イリュリア人の言語は、人名の記録が残る他はほとんど消滅した。 また古代リュリア人は、その歴史上で、ケルトか、ヘレニズムか、ローマか、そして後には、ビザンツか、スラブかといった、様々な外部からの影響を受け、変容し続けた。ストラボンが言っているように、ダルダニア王国と呼ばれる勢力は、様々な部族の連合体であったと考えられている。最初にして、最大のダルダニア王は、紀元前4世紀前半に活躍したバルギュリスである。 その子孫や、後代の王への継承経緯は不明である。アッリアヌスの著述以降、クレートスをバルデュリスの息子とするのが定説である。歴史家のニコラス・ハモンドは、紀元前三世紀初頭のダルダニア王バルデュリス二世が、バルデュリスの息子であると唱えている一方で、ジョン・ウィルクスは、従来の説を支持している。後にダルダニア人を率いたロンガヌスと、バトの親子は、 ローマ人とマケドニア人の戦争にたびたび加わった。彼らに関する歴史的記録では一貫してダルダニア人と他のイリュリア人は区別されてきた。ダルダニア人の支配していた領域はギリシア語でダルダニ家と呼ばれた。このようにその領域を指し示す独自の語が存在するというのは タウアルファーロイオタアルファータウニューカイ、ローアルファーアウタリア大族の土地というような他の部族の土地を指す、時の不特定的な故障とは対照的である。なお、ローマ人に征服される以前のダルダニアという土地に関する記録はほとんど残っていない。古代ギリシアやローマの記録では、ダルダニア人は極めて野蛮な部族と見ていた。アイリアノスラによれば、彼らは 生涯に立った三度、すなわち生まれた時、結婚するとき、死ぬときにしか入浴しなかった。ストラボンは、ダルダニア人が、野生的で、糞の山の下の汚い洞窟に住んでいた、と記述している。ただ、こうした見解は、入浴を経済的ステータスと考えていた、ギリシア人による偏見とも取れる。またストラボンは、彼らが笛や弦楽器を持っていたことから、 彼らは音楽に興味があったということを記録している。ローマに征服されたダルダニア人奴隷や解放奴隷はその中からわかるように古代バルカン書語の中央ダルマティア型に属する言語を話していたとされる。クロアチアの言語学者ラードスラウカティチチラは固有名私学の観点からダルダニア人の言語圏を中央イルリア言語圏に分類した。中央イルリアという語は 旧ユーゴスラビアのほぼ全域を指していて、モンテネグロ南部からモラビア西部にまで至る領域のうち北西のリブルニアを除いた地域である。パンノニア平原までその領域が広がっていた可能性もある。ありがとうございます。